この番組は佐藤病院グループ東院町勝手に観光協会の提供でお送りします。こんにちは、ビンビンビューティーナビゲーターの樋口真由美です。今回のビンビンビューティーは、選手が移動の際に利用しているビューティーミエのチームバス前からお届けします。選手が移動の際に使うこのバス、黒にオレンジ、そしてビアティンミエのロゴがかっこいいですね。サポーターの皆さんがこのバスから選手が降りてくるのを大声援で迎えてくれています。皆さんもホームゲームの際は試合前に選手バスの出迎えで盛り上がってくださいね。さて、いよいよ6月ということで、 JFL リーグ戦ファーストステージも終盤に差し掛かっています。4位以下はほとんど勝ち点に差がなく、順位も試合ごとに入れ替わる状況ですが、ビアティミエの結果はどうなっているのでしょうか。それでは5月3日にホーム東院町スポーツ公園陸上競技場で行われたベルスパ大分戦、同じく5月6日に行われた丸安岡崎戦の模様をダイジェストで2試合続けてどうぞ。5月3日、強い風が吹く中、ホームでベルスパ大分を迎えたビアティミエ。ホームで勝ち点3を挙げるべく、風上に立った前半から積極的にゴールを狙います。しかしチャンスはあるものの、なかなかベルスパゴールを揺らすことができません。そんな中迎えた前半46分、コーナーキックのチャンスにキッカーは塩見選手。ファーサイドに飛んだボールに野賀歌選手が頭で合わせゴール。自身の JFL 初得点となるゴールでビアティンが先制し、前半を終えます。後半勢いに乗りたいビアティンでしたが、20分、ベルスパに一瞬の隙を突かれ同点。試合は振り出しに戻ります。その後も積極的にゴールを狙ったビアティンでしたが、追加点を挙げることはできず、ホームで勝ち点を分け合う結果となりました。そしてその3日後、同じくホームで丸安岡崎と対戦したビアティン三重。好天に恵まれたこの日は、1000人を超える観客が見守る中キックオフ。連戦の中で勝ち点3が欲しいビアティンは、今季初スタメンとなる酒井選手を起用。するとその酒井選手が見せてくれます。高い位置でボールを奪うと、最後は藤巻選手が押し込んでゴール。ベテランコンビの活躍でビアティンが先制します。勢いに乗ったビアティンは26分には塩見選手のミドルシュート、後半11分には野賀歌選手、さらに21分には藤巻選手と大量4点を奪い、勝利をぐっと手繰り寄せます。このまま行くと思われた試合でしたが、丸安の猛反撃。
あと一歩のところまで攻められましたが、なんとか逃げ切ったビアティンがホームで勝ち点3をゲットしました。2試合とも勝ち点を積み上げたビアティン、じわじわと調子を上げています。そして5月20日には今シーズン2回目となるアウェー宮崎での試合に臨みました。前回はホンダロック SC との対戦でしたが、この日は今シーズンから JFL に参戦したテゲバジャーロ宮崎と対戦。アウェー宮崎で今季初の連勝を飾ることができたのでしょうか。それではダイジェストをご覧ください。5月20日、今シーズン2回目の宮崎入りとなったビアティンは今シーズンから JFL に参戦したテゲバジャーロ宮崎と対戦。三重から遠く離れた宮崎でもサポーターが選手を後押しします。そして試合開始早々でした。平信選手からの長いパスに酒井選手が走り込み、 JFL 初ゴールで先制。しかし前半16分、テゲバジャーロにゴールを許し同点のまま後半へ。後半に入ると一進一退の攻防が続きますが、本山選手、北野選手を投入し追加点を狙いに行きます。そして後半36分でした。野外戸選手のパスはディフェンスの裏に走り込んだ藤巻選手へ。こぼれ球に詰めたのは北野選手。ビアティンが再びリードします。後半37分にも寺尾選手からのロングパスに藤巻選手がキーパーをかわして技ありのロングシュート。さらに点差を広げます。その後1点を許したものの、リードを守りきったビアティンがアウェーで嬉しい連勝を挙げました。見事な勝利で連勝を飾ってくれました。そしてこの時点で勝率を5割に戻し、順位も10位と上がってきました。そしてその上を見ても4位以下は勝ち点3以内の差しかありません。これは期待できますね。この調子でぐんぐん上がっていってほしいです。そんなビアティン三重の6月の試合日程ですが、ご覧のようになっています。6月2日はホームゲーム、東院町でソニー仙台を迎え撃ちます。6月10日はアウェー青森でヴァンダーレと対戦。いずれもキックオフは13時です。その翌週6月17日はホームゲーム、東院町で東京武蔵野シティ FC を迎え撃ちます。6月24日はアウェー茨城で琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎と対戦。こちらも13時キックオフとなっています。ホームゲームは東院町で2試合あります。ぜひ皆さん、ホームゲームはスタジアムでビアティン三重を応援して一緒に盛り上がりましょう。この番組は佐藤病院グループ、東院町勝手に観光協会の提供でお送りしました。